皆様こんにちは。こんにちは。コモンズ投信福本です。いいでございます。それでは早速2021年7月の運用報告を始めてまいります。まずコモツサーティーファンドですが、3.36%の下落となりました。ザテンティテンティビジョンは3.97%の下落となっています。 ちなみにベンチマークではありませんが、市場全体の平均を表すトピックス配当込みは2.18%との下落、日経平均株価は5.24%の下落、東証マザーズ指数は10.11%の下落となっています。伊さん7月はあの軒並み、まあ、下落という形になりました。はい、振り返っていただけますか。はい えっとまあ、あの世界中株式市場、まあ、7月どうだったかということですけれどもあの、まあ、日本に限らず、まあ、世界中で、えー、デルタ株ですね、うん、コロナの、えーまあ、デルタ株が、まあ、感染拡大していると、まあ、いうような状況には、えー、なってきているという状況でありましたけれども、えー、アメリカの株式市場は、えー、ニューヨークダウン、えー、SP500 と。 ともに史上最高値を更新するということでとても堅調でヨーロッパも堅調という状況でした一方でアジアは日本も含めてですけれども香港あるいは中国も含めて下落をしたという状況になっていましてアジアの中で見ると中国当局がですね えー、教育産業に対する規制の強化ですとかそれから、えー、インターネット関連企業のところの、ねえー、規制の強化というようなところが、えー、やはりこうマーケットでは少しこう嫌気をされたというようなこともあってですね、えー、そんな状況でした。でもちろんあの日本株含めてアジア株っていうのが、まあ、世界の景気の敏感なところがありますので。 デルタ株の感染拡大によって今足元は景気がいいんですけれども少し減速懸念みたいなことも織り込んでるのかなというような感じの印象を持っています。うん、その中でアメリカも決算発表がですね GaFaM ーー含めて非常に好調で,で日本もですね46月決算の発表が7月後半から始まってるんですけれども 実はかなり好調なんですよね。<ー>あの七社のうち一社はですね、うん、今期の業績を情報修正すると。<ー>えっと日本の企業はその第最初の四半期ですね、四六月期の決算発表では、だいたい過去の事例でいくと、まあ慎重な見通しをしてですね、三、うんえー、ヶ月終わっただけで十二ヶ月の数字を え、情報修正するっていうことは、ほとんどないんですけれども、うん、あの、さすがにあの、昨年対比で比べるとかなりいいというようなところが、ま、製造業中心にありまして、実は、あの、変化率は結構日本もですね、こうやって見ると大きいんですけれども、なかなか株式市場に、え、好影響を及ぼしてないというような状況が、え、ここまでちょっと続いてるかなという状況ですので、 アメリカ株と日本株の違いを見てるとですねもう全然こう違うっていう、まあ、日本の出遅れ感が、まあ、非常にこう顕著になってるというような1ヶ月でしたね。はい、はい、ありがとうございます、まあ、とはいえあの企業の価値というものが、まあ、株価にはいずれ現れてくるということで考えれば、はい、今のお話は、まあ、少しポジティブな将来に向かったはポジティブに受け止めてもいいということですね。 そうですね、はい、あのマーケットはまあ出来高、まあ、売買代金含めまして、まあ、非常にこう私なんかも含めてオリンピック見てるとかですねこれからパラリンピック見るとか <laughs> みたいなのあるかもしれませんけれどもあのマーケットは夏枯れ状況というような中で実は企業の決算は非常に好調なところが多い状況ですので、えーまあ、実りの秋、うん を期待して今は業績がいいで株価が上がっていないということであればまあ丁寧に買っていくというような局面かなと思って対応をしています。はいはい改めて見通しについては後半の方でお話をさせていただきます。それでは個別のファンドの運用状況についてもお聞きしていきます。まずコモンズサーティファンドですけれども7月はまあ3% 今日の下落となっています。振り返ってみていただかいかがでしょうか。はい、えっ、ー、とまあまあ小幅な下落というふうに思っています。えー、まあ全般あの株式市場がかなり低調で、で特にえっと月末にかけて大きく売られるというようなこともありましたので、まあ若干のマイナスになっているんですけれども、うん、コモンズアーティファンドはまあ今年年初来から見ると非常に堅調な、うん。 あの動きかなといいううふうに思っていま,す、えー、まあ、えー、上昇した銘柄っていうのもあのそういった意味で言うと、まあ、今月あまり、えー、多くなくて、まあ、6銘柄で25銘柄が値下がりするというような状況で、えー、ありました、えー、ただまあそんな中でも、えー、引き続きですね、えー、上場来高かを更新するという銘柄が、えーやっぱまあ、毎月のようにやっぱりありましてですねで7月も、えー あるいはシスメックスといったようなところがあの上場来高値をまあしっかり更新しているというような状況になっていました、はい、今、の決算発表も佳境だという話がありましたけれども、はい、ここまで出てきた銘柄決算発表があった銘柄についてはどんな状況ですか、はいえー、と決算発表のあったところなんかでいきましても、えー、例えば、えー、この間の角川ですとか、はい、あるいは M3 も非常に良かった。 あるいは商社、えー、ですね、えー、三菱商事丸紅商社全般的にいいんですけれども、まあ、ここも良かったとでそれから、えー、自動車関連のところもですね、まあ、世界中あの好調なもんですから伝送、まあ、なんかも良かったとああいうような形でですね、えー、まあ割とあの日本を代表するような製造業が多くコモンスターティーファンドには入っていますので。 業績はかなりあの好調なところが多いという状況だと思ってますね。うん、はい、はい、で、今あの株式組み入れ比率も引き続きまあ好意を保っているというような状況ですかね。はい、そうですね。あのまあ、月末下がったところをしっかり買うというようなことをしていまして。まあ、決算発表の時は株価が結構、えー、大きく動きますので、うん、で、少し現金比率高めながら。 あの決算発表に臨んだんですけれども7月末にかけての下落局面ではあの用意しておいた現金で銘柄をしっかり選別して買い増しをしたというような形で組入れ比率がが高くなっていいいるととうう状況ですはい、ありがとうございましたそれでは個別銘柄ですけれどもディスコにつきましてシニアアナリストの瀬山よりお話をさせていただきます。こんにちは 運用部シーンアナリストの山です私からはコモンド30ファンドの中から今月はディスコについてご報告いたしますディスコは7月20日に2022年3月期第1半期の決算を発表いたしました売上高は483億円で前年同期比35.4%の増収営業利益は154億円で前年同期比 え六十六点四パーセントの増益とえ基礎の計画を上回ってえ大幅な増収増益となる良好な決算となりました。え受注高は過去最高となった前四半期え二千二十一年三月期の第四四半期の期から引き続いて高い水準で推移していてえ今年の四月から九月の今期え上半期の会社業績予想も 売上高で前年同期比27.9%の増収営業利益は46%の増益と好調が継続する見通しを示しています半導体メーカーなどの顧客の設備稼働率が高水準を維持していることからディスコの消耗品の売上が高い水準を維持いたしましたまた製造装置でも 5G 関連 に加えて民生や車載向けなど幅広い用途で半導体需要が高まっていることから量産用途を中心に高い水準の出荷が継続いたしました顧客への需要に対応してディスコの生産工場では10月頃までフル稼働が続くことが見込まれています生産現場での人員が逼迫していて本社などからの応援要員が派遣されているとのことです ディスコでは、年間の業績見通しを公表していませんが、年内いっぱいは好調な業績が続くことが期待できそうです。私からは以上となります。瀬山さん、ありがとうございました。それでは続きまして、The 2020 Vision の7月の運用状況について伺ってまいります。2位さん、振り返ってみて7月はいかがでしたでしょうか。はい。 えっと、まあ、マザーズ指数がですね、まあ、10%ぐらい下がるというような形で、えーまあ、全般のその日経平均株価ですとか、あの、東証一部株価指数のトピックスも下がってるんですけれども、まあ、特にその小型株のところは下落が大きかったという感じにはなっています。まあ、そんな中で、えー、まあ、3.97%の下落ということでです、ねまあ、小幅な下落というふうに考えてますけれども、 えー、まだまだですね、その、まあ、成長株ですね、えー、かなりあの、えー、期待が大きいものですから買われてたというようなあの銘柄が多いんですけれども、まあ、そういった銘柄の調整が続いているというような状況かなと思います。ただ、まあ、その中でも、えー まあ冒頭でも話し,しましたけれども、えー、今期の業績をもう情報修正するというような銘柄がやっぱりいくつか出てきていまして、例えば、組入れ上位銘柄でいうと、えー、村田製作所なんかもですね、本来すごい保守的なあのガイダンスを出す、まあ、見通しを出す会社なんですけれども、もうあのこの えー、46月終わっただけで、えー、今期の業績をですね通期の業績を上方修正するという形になっていましてでこれはあの根性論でですねやるぞということではなくてかなりもうあの需要がですね引き合いがやはりかなりこう来ているとでそれもあの今年というよりもですね、まあ、来年含めて えー、見えているというところはです、ねえー、かなり、まあ、そういった意味では企業側もあの手応えは感じているというところがすごくあるんじゃないかなという印象ですねはいいありがとうございました、はい、えと株式の組み入れ比率も,もう先月と変わらずという状況ですね特に、えー まあ小型株なんかはこの決算の時に大きく株価があの良くても悪くても結構動きますのでまあそういった意味では決算期のところは少し現金の比率を高めてで2020ビジョンの銘柄でいきますとあの決算発表が大型株に比べて少し遅いんですよねあの8月の中旬過ぎぐらいまで終わりますのでそういった意味ではキャッシュを少し え持ってで決算に臨んでいるとまあいうような状況になっています、うん。はい、ありがとうございました。それでは個別銘柄につきましては上位10銘柄にランクインしております注目銘柄をシニアアナリストの末山よりお話しさせていただきます。こんにちは運用部シニアアナリストの末山です。今回はトゥエンティトゥエンティビジョンファンド の銘柄の中から今月は村田製作所についてご報告いたします7月は村田製作所の株価が6.58%上昇しましたアメリカのアップル社関連の電子部品メーカーに人気が集まったことに加えて高速通信企画 5G の次に予定されています 6G の技術開発に関連して日本の電子部品メーカーの中でも 村田製作所への注目度が高まったことなどが株価上昇を牽引したと見ています7月29日に2022年3月期第一四半期の決算を発表しました売上高は4395億円前年同期比で34.5% 34. の増収営業利益は1050億円前年同期比104.7%の増益大幅な増収増益となり 基礎の計画を上回る好調な業績となりました合わせて第一四半期の実績ですとか足元の要請の部品需要の見通しを踏まえて通期の会社予想を情報修正して昨年度に続いて2期連続で過去最高の売上高や利益を更新する見通しです業績好調の要因は昨年と比べて 自動車の生産台数が回復していることや今後の生産増加に備えた顧客の部品の取り込みによって車載向けなどが増加しました加えて PC 関連向けやスマートフォン向けも増加したことなどが売上高の増加に寄与しておりますまた生産高の増加に伴う利益の拡大に加えてコストダウンの推進 円安効果ななどによって営業利益は昨年度比で倍増となりました今後の中長期的な目線では自動車の EV 化の進展に伴って需要のさ,さらなる拡大が見込まれることから生産体制の増強を継続していくことが計画されていることや少し先の話になりますが次世代の二次電池としての全固体電池 の動向なども合わせて注目していきたいと考えております。私からは以上になります。瀬山さんありがとうございました。で、トゥエンティビジョンに関しましては、はい、これまでポイントで応援してきました。はい、視覚障害者柔道と、それから知的障害者水泳。この二つの団体が登場する本番が。 いよいよ。はい。8月後半からスタートします。はいどんな期待を持っていらっしゃいますか。はい、あのもとですね。あのザットエンティティエンティビジョン作るときに、えー、まあ東京が、えー、まあ2020年ですね。えー、まあ世界でも最も高齢化が進む都市で、えー、そういった意味ではあの高齢者に優しい都市づくりあるいは社会ができたらいいな。 ということを考えると、障害者スポーツを応援するということによって、うんえー、障害者の人に優しい都市とか社会ができれば、これはもう高齢者の方にとっても優しい都市、うん、あるいは社会ができるというコンセプトで、これから障害者スポーツを応援していこうじゃないかということで、ずっとこれまでやってきていますね。うん その中で2つの知的者、えっと、視覚障害者柔道さんと、はい、日本知的障害者水泳さんを応援してきています。いよいよ本番という形ですので、うん、あのここはしっかり応援をしてですね、うん、あのまた感動もらいたいいいたなとううふうに思っています、はい。それでは「t h e 2 0 2 0 t v i s i o n の運用報告は以上です。 さんそれでは今後の見通しということなんですけども、はい、まあ冒頭にもあの企業業績はしっかりしているというお話がありましたが、はい、今後どんなふうにも、はいえー、ともと、ねまあ、はあの6月の後半から7月にかけてですね、まあ、世界中株価が上がってで日本株もあの上がるんじゃないかというふうに思ってたんですが、えー、欧米の株は上がったんですけども残念ながら日本株は上がりませんでですねそういった意味で言うと少し。<laughs> 見通しは外れてたところがあったんですけれどもあのまあ今の局面ではですねまあ企業の決算がいいと、まあ、いうところはあるんですけれどもあの日本の株式市場残念ながらあの上値を買っていく投資家っていうのが外国人投資家っていうところにこうなってまして国内の投資家で上値を買うっていうセクターがですね、まあ、投資家が、まあ、あまりこういないものですからそうすると下がったら買うと。 と、うん、いうところは機関投資家も含めてあるんですけれども、えー、上値をどんどん買っていくというようなです、ね、ところが今なくてでじゃあ海外の投資家がどんな時に買うんですかというと海外の投資家もあの例えば、えー、大型の景気対策が打たれるとであるいは、えーまあ、選挙ですね、うんえー、過去衆議院選挙の時っていうのは株価が上がる あのまああのマリーが非常に多くてですねあのそういった解散・総選挙で強い政権ができるとかですね、うん、いうようなことに対してはあの非常に分かりやすいところもありますので海外の投資かも出てくるというようなところがあります。 それから、あの、企業の自社株買いっていうのも、うん、えー、まあ、年末にかけてですね、11月、12月っていうのは、あの、比較的多い月でもありますので、うん、そういった需給面も考えましても、えー、まあ、秋から年末、あるいは年明けにかけて、えー、この今の、 企業,業績です、ね、これを織り込むという展開があるんじゃないかと、うん、で第一四半期終わっただけですでに情報修正している企業も多数見られるということなんですけれども9月まで終わってですね、まあ、半期の決算がこう出てくる、まあ、10月の後半から11月にかけてはさらにこう情報修正するというようなところが出てくると思いますので、まあ、秋以降に期待をしていると。 というところがあります。うん、当然のことながら、あの、パラリンピックが閉会するのが9月の5日になってますので、うんえー、そこからあまり日にちを置かない状況で、えー、国会がですね、招集されて、えー、まあ、景気対策が、えー、大型のものがですね、えー、まあ、コロナで打撃を受けた、例えば飲食とか、あるいは旅行とかですね、こういった業界、 なんかを中心におそらく景気対策が打たれてで解散・総選挙というような形でなかなか今政権の支持率が低いもんですからちょっと選挙どうなるのかっていうのはなかなか予想は難しいんですけれども、まあ、いずれにしましても任期がありますので、まあ、選挙もあるということですからそういったイベントも踏まえてあるいは企業の業績それから株式の時期を考えると年後半は今よりはですね期待ができるんじゃないかというふうには思っています。 うん、はい、ありがとうございました。まあ、動きがないというから、あの動きがないということは、ある意味あまりこう心配して。マーケットを見る必要もないというふうに、言い換えることもできますので。はいはい、まあ、こんな時はいつも伝えま、でおりますけれども、はい、まあ、淡々と積み立てを続けてください、はい。ということになりますかね。ねあの夏の種まきが、はいはい。はい、あ、なるほど。ですはい、はい、かしこまりました。はい、ありがとうございます。それでは、ここからお知らせです。 8月の子どもトラストイベントを皮切りにですねコモンズ投信では891011月とさまざまなセミナーやイベントをご,ご用意しておりますまず8月ですが8月21日土曜日に大金さんにご協力をいただきまして空気博士になろうという子どもイベントを用意しておりますままた日日日のの日の曜日にはですね会長の渋沢が講師となりまして親御さん向けの お金ってなーにという絵本を使ったセミナーを開催させていただきます。そして子供トラストにつきましては、10月、11月にもですね、資生堂さん、ユニチャームさんにご協力いただくイベントを企画しております。そして企業との対話ですけれども、9月にはですね、堀場製作所様と一緒に統合レポートワークショップを開催いたします。また、15日にはですね、 The 2020ビジョンで投資をさせていただいております鎌倉新書さんの清水社長にご登壇いただく対談イベントそして10月にはエーザイさんの CFO である柳様と渋沢の対談などを行う予定ですさまざ、あ、まなイベントを用意しておりますのでぜひご注目くださいそして改めて皆様にご紹介させていただきたいのがコモンズ投信の紹介制度です えお講座をお持ちの方がですね新たにご友人ですとかご家族ご紹介いただきますとそれぞれにプレゼントを差し上げるという企画となっておりますえホームページなどでご紹介しておりますのでぜひこちらご活用いただければ幸いですえそれでは E さん最後に皆様にメッセージをお願いしたいんですが、はい、今年の夏もなかなかこう規制なんかが難しい <laughs>、はい、ね状況、はい、ですねはい、はいはい、そうですね、うん あの一方で今ありましたように、えー、とコモンズのイベントはこれから、えー、たくさん、まあ、いろんな形であります。えー、子ども向けの、えー、子どもトラストもあれば、えー、企業招いてのですね、えー、三重塾含めてイベントはありますし、えー、社会起業家フォーラム、はいえー、これは今リアルも含めてやるっていう準備はですね、えー、ちょっと考えていますので。あの ぜひです、ねえー、お友達とかご家族とかお誘いの上イベントに参加していただけると、うん、お仲間が増えてこのコロナ禍でなんとなくあの、えー、つながりがですね、うん、大事だなというのを皆さん感じられてると思いますので、えー、お仲間を我々も増やしたいと思っていますからあのぜひいろんな方を誘っていただいて。はい 子ども向けであったり、企業のセミナーだったり、あるいは社会起業家フォーラムに、ぜひぜひお越しいただければというふうに思っています、うん。はい、ありがとうございました。それでは7月の運用報告は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。